A Russian scientist, Gravinikov, claims that he has found some certain kind of insects can fly or levitate, and he showed how they can do it, linking how a spinning vortex creates a magnetic field counteracting gravity. Is it possible that an electrostatic effect is occurring too? At nano level? ある種の昆虫はナノレベルで無重力状態を作って飛んでいるというのです。広しはやし、ハジャパン。昆虫、エイリアン説について説明します。 これは飛び虫と言われている虫です。世界最古の虫と言われています。昆虫というのは化石化しやすいためにその生息年代を正確に知ることができます。そして現在の今も世界中で至るところでその飛び虫を見ることができます。そしてその飛び虫から7000万年後、 7000万年後に、いわゆる多種多様な昆虫が爆発的に発生します。今から3億年前のことです。となると、トビび虫が急速に進化して多種多様の昆虫になったかというと、そうではありません。ともかくも、今から3億年前にこのような形で、 多種多様な昆虫が爆発的に、爆発的に発生します。そして、現在の今見る昆虫になったというわけです。が、飛び虫とこれらの昆虫とは遺伝子的につながっていません。つまり、ミッシングリンクというわけです。飛び虫が進化して現在の昆虫になったというわけではありません。で、最近の ゲノム研究によればですね、現在私たちが知っている昆虫は今から4億8000万年前に生まれたというのです。つまり、飛び虫よりも1億1000万年も古いということが分かってきたのです。つまり、現在私たちが知っている昆虫というのは地球で生まれて地球で進化したのではなくて、外惑星からやってきた。つまり、エイリアンということになるというのです。これが、 昆虫、エイリアン説の基本です。昨日、2016年の11月4日ですが、レノン KKK さんという方からこんな夢のあるコメントが届きました。林先生、いつも解説ありがとうございます。さて、お願いがあります。今回の件ではありませんが、以前から気になっていた、 反重力の特性を示す虫のことです。ロシアの昆虫科学者が発見した不思議な特性を持つ虫の羽根が反重力を有するらしいのです。この羽根を大量に板に敷き詰めると人間一人程度だと浮上するエネルギーが出るようなのです。お忙しいところ恐縮ですが、暇を見て翻訳及び解説ができましたら幸いです。 そのコメントには、この動画が添付されていました。この方が、ロシアの昆虫学者のグレビニコフさんだと思われます。で、グレビニコフさんはですね、昆虫の能力を調べていく過程の中で、どうやら昆虫にはですね、ある種の昆虫なんですけども、空中不要の能力があるのではないかということを発見したというのです。 で、まあ、いろいろな実験をしてですね、その原理の原因ていてますか、理由がですね、この羽にあるっていうことを発見したというのです。で、まあ、このようないろいろな実験をして見せておられるわけですけども、まあ、羽をですね、まあ、たくさん集めて、まあ、このように仕掛けを作りますと、物が飛んでいくってわけです。そして、羽自体にも、まあ、そうした能力があるってわけですね。 で確かにあの私もですね、まあ、皆さんもお気づきだと思いますけれども、あの家の中を飛び回るハエ,ハエですよね、ハエにしても、ハエをです、ね、ジェット戦闘機の大きさに、まあ、換算しますと、音速の2倍程度の速度で飛んでいるということになるわけですね。まあ、そうした能力が、まあ、ハエにはあるわけです。で、ホバリングしますし、えーいわゆるまあ、いわゆる直角定規的に、ね、あの向きを変えて飛ぶこともできるわけですよね。 それが、その即ね、まあ、いわゆる感性の法則を無視した飛び方ということになるのではないと思いますけども、まあ、ともかくも、まあ、昆虫には、私たちが、まあ、知らないと言いますか、能力が隠されていることも事実ですね。その中の一つが、まあ、空中不要の、え技術、能力ではないかということわけです。というわけです。そして、まあ、こうした実験を、まあ、なさってですね、そして、まあ、 まあ、従来のですね、物理学では、その理解できないような、まあ、動き方を羽、はね、あの羽がですね、を示すということを、このような形で、まあ、見せておられるわけです。でまあ、これはどう捉えるかは、まあ、これからの問題かと思いますけども、まあ、こうした写真も公開なさっておられるわけですね。いわゆるその、左が地面についているところ、右の方が影ができているから飛んでいるところだというふうに、まあ、動画の中では説明しておられま、おられます。で、 ま、このように物が飛んでいくということですね。で、からも形にはそのパワーを集積する力があるとか、あるいはその顕微鏡でね、その羽を、あの、まあ、見ていくと、まあ、いわゆるナノテクノロジーが使われているってわけです。そしてその、いわゆる細いその羽と羽のね、繊維の間に、あの、ある特殊な物質があって、で、それをその、まあ、いわゆるね、あの、昆虫の羽の速度で、ま、動かしますと、まあ、 いわゆる反重力的な、いわゆる磁場が生ずると。それによって昆虫は飛んでいるというわけです。まあ、これは全体の講師ということになりますけれども、まあ、それはともかくも、どこかありえない話でないという点で、大変興味深いと思います。まあ、このような、まあ、いわゆる反重力による渦巻きも、渦巻きとあいますか、水の穴もできるということを証明なさっておられます。 で、それはともかくも、昆虫エイリアンセスっていうのはあります。えー、先ほど言いましたように、これが飛び虫です。で、この飛び虫は、今から3億7千万年前に誕生して、現在の今も、まあ一貫性といいますか、一本のラインで、まあ、がっているわけですね。ですから、飛び虫が進化して、他の昆虫になったというわけではない。ということです。で、今から3億年前に、 まさに爆発的にこの地球上に昆虫が増えた。まあ数が増えたというよりも種類も増えたということですね。で、今から、今まではですね、従来の説によれば、飛び虫が3億7千万年前に生まれて、それがまあ何らかの形で進化して、現在の虫になっていったというふうに考えられていたわけですけども、まあ私たちが知っている昆虫の ほとんどと言いますかね、飛び虫を除いてすべては今から3億年前に爆発的に発生したということが分かってきたわけです。で、まあ、このような形で説明されてきたわけですけども、最近のゲノム、まあ、研究によってですね、実は私たちが知っている昆虫の昆虫はですね、それを遡る1億1000万年、さらに古い4億8000万年前に発生したということが分かってきたわけです。となると、 ここに大きな空白部分ができますよね。いわゆる、まあ、昆虫が生まれたのが4億8000万年前。そして、えー、昆虫が爆発的に発生したのが3億年。その間だけでも1億8000万年という年月があるわけです。となりますと、今現在、この地球上に住んでいる昆虫は、どこから来たかということになるわけですね。で、昆虫エイリアン説が生まれたというわけです。つまり、昆虫たちはですね、ある時、まあ、この地球上に まあ、エイリアンとしてやってきた。あるいはエイリアンに連れてこられたのかもしれませんね。そしてこの地球上に住み始めたということになるのかもしれません。つまり、私たちが見ている昆虫は、実は、あれは、まあ、昆虫というような昆虫ではなくて、エイリアンだということになります。これも、とても楽しい話ではないでしょうか。となると、ひょっとしたらですよ。私たち人間も、そのエイリアンの子孫かもしれないということになりますね。 人間が生まれたのは今から20万年前、あるいは40万年説もありますが、たかたか20万年、40万年ですからね。ということで、えー、今日のこの動画は終わります。レノ,レノン KKK さん、どうもありがとうございました。バイ